北海道江別高等学校は北海道江別市に所在する同立高等学校である平成20年に開校80周年を迎えた通称は高高教育課程は全日制課程定時制課程に分かれており全日制課程では普通科事務情報科生活デザイン科の3つの学科が併設されている過去の北海道の学生の変遷に 友内新学校から開校まで年度により学校の性格が一変している。小学生の時代は江別町、広島村で唯一の公立高校として全日制普通科は学区内のトップ層を取り込み、北大のほか京大、東北大にも合格者を出していた。その後、大学区制になり札幌市が学区に含まれると一変して大学進学者が ほとんどいない学区再開校へと変貌した。その後、白石区の高校へ進学できる変形小学生になると、学区内唯一の公立校として、トップ層以外の江別市及び広島村の上位層が進学するようになり、北海道教育大学へ見沢文校、北海道女子短大、札幌商科大、札幌短大、公園短大、ラン短大などへの進学が増えた。 その後、中学生になると、千歳市、江庭市と学区を同一にすると、千歳高校に次ぐ、学区に移行こうとなるも、地域によっては、千歳に通えないケースも多く、一部トップ層の生徒も入学するようになり、再び北大合格者を出すようになった。しかし、新設の北広島高、大麻校が、進学実績を伸ばす中、近年は、中堅校となり、道内の私立大学、 専門学校への進学が中心となっている。四年生大学や短期大学、看護学校、専門学校へ進学する者や民間就職、公務員等、進路先は多岐にわたっており、幅広い進路活動が行われている。四年生大学の進学先としては、例年度内私立大学への進学者が最も多く、北海道大学、小樽商科大学、 北海道教育大学、室蘭工業大学等の道内国立大学や道外国公立大学及び道外私立大学へ進学する者もいる。ありがとうございます。